ビデオダイアリー、June the 25th, 2024, by Hiroshi Hayashi, Hamamet City, Japan. ビデオ日誌、2024年6月25日、火曜日、林博史です。おはようございます。現在の状況、状態ですね。とにかく眠いんですね、今ね。これから、このビデオダイアリーが終わったら昼食ということになるわけですけども、その後またいろいろと予定が入っていますので、ビデオダイアリーをとにかく制作しなければならないということで、今画面に向かって話しているところですが、眠いんですよね。まあこのところちょっと睡眠調整がですね、時間というよりも調整の方がうまくいかなくてですね、夜中に目が覚めることが時々よくあるわけですよね。その時に、まあ、起きちゃダメなんですけどもね、私の場合、まあ、天井を見てあれこれ考えているとですね、だんだん頭が冴えてきましてですね、目が、まあ、その続けて眠られなくなってしまうわけですよね。で、ということで起きてしまうと、さあ大変ということになるわけです。そのさあ大変の、まあ、このところね、そういう状態が続いていて、その結果が今だということですね。ですから、まあね、このビデオダイアリーを話し始めた瞬間ですけどもね、こう思いました。眠い。ですから、こうして話しながらですね、途中で本当に眠ってしまうかもしれない。ということになったらどうなのかなというふうに思っています。と同時にですね、途中で本当に眠ってしまったらですね、そこでビデオダイアリーは中断ということになります。まあ、もしとなってもどうかお許しください。ということをですね、前もって話しながらですね、今日の話をしたいと思うわけですけども、つまり上の人、私たちが神と呼ぶ上の人にはですね、独特な思考回路があるのではないかということなんですよね。はい、その思考回路というのはですね、ドクター、お医者さんですね、あるいは教師、ティーチャーですね、とどこか似ているのではないかということなんですよね。まあそうであっても何もおかしくないわけですけども、とにかくね、上の方の、まあ、思考回路はですね、まあ結果が出るまであれこれ人間指導をしないということですね。とにかく結果主義と言いますかね、まあそのいわゆる、例えばですよ、こういうことなんですよね。まあ、お医者さんならお医者さん、ドクターの世界が分かりやすいわけですけども、例えばそこにですね、まあその、若い時からスパスパタバコを吸っている人がいると。で、その人に対して、上の人はですね、どのような指導をするかというとですね、タバコを吸ってはダメですよとかね、将来そう、大きな病気になりますよってのことは言わないんですよね。言っても意味がない。ということなんですね。そういう意味では、ある意味でクールな面があるんじゃないのかなと思いますね。その代わり、その、タバコを吸わないというような意思づけと言いますかね、まあ、逆動機づけと言いますかね、をしっかりするというのが上の方のやり方ではないのかなと思いますね。例えばもっと分かりやすければですね、まあ、タバコをスパスパ吸っていたと。そして50ぐらい、60になった時に、まあ、大きな病気になったと。その時に、その上の方はどのように考えるかというと、あくまでもそれは結果であると。結果である以上、私としては何の しようもありません。という形で、クールな、まあ、ある意味でクールな意味でね、突き放してしまうということですよね。はい。じゃあどうするかと言いますと、まあ、そのタバコは吸ってはダメですよということだけを、しっかりと、まあ、つまり、逆動機付けをしておくわけですよね。で、結果として、その方はですね、まあ、その人はですね、タバコを吸わないで生活するわけです。つまり結果として、その大きな病気から遠ざかることができるということになるわけですよね。あれはもっと言えばですね、例えば何かの病気になったする時にですね、まあ私たち人間はですね、神頼みっていうのをしやすいですよね。しかし、それについては上の方はですね、知らないって感じで、ある意味で突き放してしまうわけですよね。その代わり、その、まあ、なんて言いますか、前もってね、そうならないように、その人を指導していくと。言葉だとかね、姿を表して指導するわけじゃないんですけども、ともかくも、
まあ、動機づけ、逆動機づけ、どちらでもいいわけですけども、そういう形で、まあ、その人を指導していくということですね。例えば分かりやすく言えばですね、まあ、このまま言ったらこの人はいろんなその体に不調が生じて、そしてそれが持病となって、こういう結果になるよっていうことが、まあ、上の方ですから、ね、それは簡単に分かるわけです。で、その時に、何々しなさいよというようなことを具体的に話すのではなくてですね、ちょっと分かりにくいかもしれませんけども、いわゆるまあ、動機づけをしっかりしておくわけです。というのは、例えばですよ、そうしたもろもろの、まあ、いろんな、ほとんどの病気そうなんですけどもね、運動不足っていうのがですね、結局はそのベースにあるわけですね。じゃあ、だったらどうするかと言いますと、運動を毎日するように、つまり、動機づけていくわけですよね。それは上の人のやり方じゃないかなと思いますね。その結果として、その人はですね、まあ、その運動をすることによって、もろもろの病気から遠ざかることができるということですね。その動機づけの部分で、上の人はですね、あたかも、なってますか、偶然そうなったかのように、まあ、これアインシュタインの言葉ですけどもね、偶然そうなったかのように、その人を仕向けていくということですよね。まあ、もっと分かりやすい、やっぱり教育論でしょうね。そこに一人の子供がいると。で、その子供が、例えばですね、まあ、ある年齢になってね、神様お願いします。私を何としても A 大学へ入学させてください。というようなことには、上の方は耳を貸さないということですね。では、どうするかと言いますと、その前の前の段階で、もっと前かもしれませんよね。つまり、その子供をしてですね、そうした、その方向に向かうように、まあ、指導していくということですね。まあ、まさに、光と道を示していくというやり方が、上の方のやり方ということになってくるわけです。また、わかりにくくなりましたね。じゃあ、もう少しわかりやすく言えばですね、例えばですね、まあ、そこにですね、まあ、教師としてですね、その、子供がいると。生徒としての子供がいると。その場合、その子供がですね、どういう方向に進むかということを示すためにね、いろんなことはなさるでしょうけども、あとはですね、まあ、その子供に任すということですね。いわゆるまあ、ある意味でその、家庭菜園と一緒なんですよ。はい、種まきをする、ね、土壌を、いい土壌を用意しておく。そして、まあ、その前にね、そうしてその種まきをして、その芽が出るのを待つ。あとは、その子供自身の問題ですという感じで、まあ、クールに突き放してしまう面があるのではないかと私は考えています。もっと言うとですね、まあ、また病気の話に戻りますけども、東洋医学ではですね、まあ、現代医学にない言葉があるわけですけども、未病という言葉があるんですよね、未病。まあ、まだ今は病気という段階じゃないんだけども、その目があると。やがてこのまま放っておけば、その未病がですね、やがて目を出すのおかしいですけどもね、未病が、まあ、大きくなって、その人をですね、病気の方に引っ張っていくっていう、その前の段階の状態をですね、未病っていうんですよね。まあ、本人はまだ病気だとは意識してないんだけども、まあ、その経験豊かなですね、その医師によれば、が見ればですね、あ、この人はこうなって、ああなって、こうなって、最後はこうなるだろうなってことがわかるわけですよね。診断法に、まあ、東洋医学の場合はそれを組み入れているわけですけども、その未病の段階でですね、まあ、神がですね、上の人がですね、その人を見たときにはですね、あ、このままじゃまずいぞっていうような感じで、まあ、指導を始めるわけですけども、それは神の上の人のやり方なんですよね。そして、その人がですね、まあ、逆動機づけにしろですね、その人を、まあ、その方向に持っていきながら、結局は未病の発生、まあ、大きくなることをですね、防ぐというような方向で、その人の健康を守っていくというやり方なんですよね。しかし、それでも、まあ、病気になるということもあるわけですね。その時は、まあ、その、常に結果主義的なものの考え方をなさっておられるんじゃないのかなと思うんですけども、まあ、神としては、しようがないから一歩引くということになってくるわけですよね。まあ、もっと分かりやすく言えば、現在社会を見るとですね、このまま行ったら人間はやがて核戦争をやって、まあ、絶滅するだろうと。人間だけが絶滅するだけではなくてですね、地球全体が、まあ、大変な被害を被ってですね、あらゆる生物にその影響を及んで、地球そのものがですね、ダメになってしまうかもしれないという問題がありますよね。そういう時でもですね、ひょっとしたらひょっとして、その最後のところでですね、さあ、神様登場ってな感じでね、人間の救済はしないだろうということです。もう仕方ないんじゃないのかということですね。まあ、まさに言えば自業自得論ということになってくるわけですけども、
まあそうなったのは、結果を招いたのはその人間自身であると。まあそれは仕方ないんじゃないかという考え方なんですよね。もっと分かりやすく言えば、神々の思考回路の中にあるのはですね、格論はない、格論はないんじゃないかと思いますね。いつも総論総論で、まあその人間を見てくださっているんじゃないかと、私はそのように感じます。ですから今の段階でね、例えばこのままいけば、やがて核戦争が起きるぞということになればですね、例えば核戦争というのは恐ろしいんだぞとかね、あるいはその恐ろしいと言いますかね、いわゆるまあ人間を絶滅に導く可能性がありますよというところからですね、人間の指導を未来に向かってしていくということですね。その結果として指導してもですね、それでも核戦争をやって、そして人間が絶滅の危機に瀕したとしても、おそらく上の方はですね、人間世界には入ってこないということでしょうね。入っても意味がないわけです。あるいは一時死ぬんでしかないわけですね。もっと飽きれば、あとあと、キリがないわけですよね。まあ、例えば、個人の病気についてもそうでしょ。まあ、一人の人が病気になった。神様助けてくださいと言って、懸命に祈った。すると神が助けたとします。しかし、キリがないんですよね。で、それで病気が治ったとしても、1、2年、3年、4年経つと、またケロッとね、初心を忘れてしまってですね、また病気になる。そしてまた神様のところに来て、神様病気治してください、もう今度だけで本当にいいですから治してください、お願いしますって言って、また祈ったり頭を下げたりする。すると神はですね、分かったと、もうこれっきりこれっきりだぞと言って病気を治す。しかしまた 2,3 年すると元の木管見ていますかね、元の状態に戻って暴飲暴食してですね、そしてまあ病気になって、まあ運動もしないで病気になっていくとなりますと、いわゆるキリがないという状態になるわけですよね。それはもう何年、何千年も何万年も人間を見てきた神としては 手に取るように分かるというのもおかしいですけども、まあ、その経験がありますから、そうはいきませんよという形で手を出さないということですね。つまりそういう形では人間救済をしないということですね。まあ、ここで出てくる言葉が人間救済という言葉になるわけですけども、まあ、カインをですね、クライスト、救世主なんですよね。で、何故にカインは救世主かというと、過去において人間を一度救済しているわけですよ。はっきり言えばね。もう人間絶滅すべしという決定がですね、今から4047年前になされてですね、その後、まあその人間はですね、まあ、本当ならば絶滅すべき生命体として位置づけられるわけですけども、それに対して待ったをかけたのが、つまりはカインということになるわけですね。その担保の書が、いわゆる神聖礼拝堂の壁画の、いわゆる、まあ、俗に言う、俗って言いますか、一般に言われている最後の審判と題された絵画ということになるわけです。それについてはもう何度も話しましたので、今日割愛しますけども、まあ、要するにカインがいなければですね、まあ、人間はすでにとっくの昔に絶滅していたということになるわけですね。それに対して、カイン・キリストはですね、待ったをかけて人間を救済した。ですから、人間救済の救世主ということで、カイン・キリストということになってくるわけです。で、話をそこへ戻していくとですね、つまり私はですね、こう考えている、考えていても、それは私の、このどうしようもない経験かもしれませんけども、今、これでね、まあ、第5事件、第5事件、今行方事件と続いて、今年8年目、もうじき今度から9年目に入るわけですけども、いろんな経験をさせてもらってですね、それはそのように感じますね。つまり、まあ、その姿勢というのは、教育者に似てるところがあるわけですよね。まさに神は教育者ということになるわけですけども、例えばそこにですね、その、なんとかして A 大学に入りたいという子供がいたとするならばですね、勉強の仕方を教える。勉強の習慣づけはする。勉強の面白さは教える。やり方を教える。しかし、そこまでということですね。あとは、本人の問題だということになるわけですね。まさにクールな対処の仕方ということになるわけですけども、まあ、逆に考えますとね、A 大学入ったのか、じゃあお前、一生懸命ね、私のね、に尽くしてくれたから入れてあげようというような、まあ、それに準ずるような救済の仕方はしないということですね。その前の段階で自分で考えなさい。独立して考えなさい。自分で考えて自分で判断しなさい。自分で結論を出しなさい。結論を出したらその結論に対して自分で責任を取りなさい。そしてその結果は全てあなたの、まあいわゆる自業自得的にですね、あなたが決めることですよというような感じでの指導をするわけですよね。それは教育者もそうなんですよね。例えば幼児、小学生の低学年であればですね、勉強の面白さ、考えることの楽しさ、それを教えていけばいいわけですよね。いわゆるまあ掛け算を教えたり、
太一さんが教えたりというのは、それは、まあ、いわゆる格論になってくるきますよね。それは神のする仕事ではないということですね。もっと言えば教師のする仕事ではないわけで、本来の教師のする仕事ではないんですね。それは教育ではなくて指導に入ってきますからね。いわんや大学受験なんてものは、これはもう教育ではなくて指導の世界ですからね。仮に、まあ、その大学入れなくてもですね、その基本たる、その指導がですね、しっかりと形としてね、基礎にあるならばですね、どんな世界に入っても、その人は伸びていくわけですよね。名誉や地位、肩書き、そういうものは全く関係ないわけですよね。それはどんな仕事に、仮に就いたところで、その人はその人になっていく。それが、まあ、神の仕事だということになる。もっと言えば、教師の仕事だということになるわけですよね。さらに、まあ、似ている話としては、ちょっとごちゃごちゃして分かりにくくて、頭がぼんやりしてますから、はっきり、林何言ってるんだってことになるかもしれませんけども、ドクターも同じだと思いますよ。お医者さんもね、まあ、例えばね、どっかのレストラン行ったと、横でね、横の座席でスパ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 タバコ吸ってる人がいると、その時ドクターはいちいち干渉はしませんよね。ほっとけって感じですよね。いちいち口出しても仕方ないことですから。しかし、その人がやがてね、大きな病気になった時には、その時はですね、まあ、今の医療制度の中では、その時はですね、ドクターが登場してですね、まあ、なんとかしましょう。治療を始めましょう。というふうにして治療を始めていく。それはドクターの姿勢になるわけです。もう教育者もそうなんですよ。もう家庭環境はめちゃくちゃね、しつけはなってない。まあ、学び姿勢もない。態度もない。生意気な言葉言って、何にも先生の指導に従わないということも、やっぱりいるんですよ。小学校、下年生になると、ドドッと出てきますけどもね、そういう子供が。で、その時は、その時で、例えばね、親がですね、先生どうしましょうって言われましたらね、それを基本にして、原点にして、スタートラインにして、子供の思想、指導を始めるわけですよね。それはするんです。が、しかし過去をほじくり返してですね、ああでもない、こうでもない、あなたのお子さんの原因はここにある、あそこにあったということを、過去を責めても仕方ないわけですよね。それは、ある意味で、いわゆるまあ、クールな、まあ、神のニヒリズムっていう言葉につながっていくわけですけども、神の心、指導方針だということになるわけですよね。はい。やることはやる。しかし、あとは、その人の問題だという、まあ、一歩知り添いた、クールな人間の見方ということになるわけですよね。それがですね、私今日皆さんにお伝えしたかったですね、神の、まあ、いわゆる人間に対する基本的な姿勢ではないのかなと思いますね。裏を返して言うと、甘えてはいけないということです。甘えてね、まあ、なんとかしてください。こうしてくださいって、まあ、ください、ください、お願いする式のですね、まあ、つまり神の接し方では、神は応じないということですね。応ずる必要もないし、キリがありませんからね。はい。まあ、仮にその人が良くたって、その人の子供が今度はそうでならないケースもある。さらにそのまたその孫がそうならないというケースがありますから、そうそう簡単には、その、格論の方で手を貸さないということですね。ですから、常に神というのは人間に対して、総論として、まあ、私たちに接している。あるいは私たちを指導してくださっているんだということをですね。私たちはまあ、これからね、どういう形であり、神とある意味でね、対等までは もちろんいきませんけれども、神とですね、接するときにおいての、私は基本的な姿勢だと思います。というか、それを頭に入れてですね、神との接し方を考えていくということが大切ではないかなと思います。しかし、ここで一つの問題が出てくることはですね、そうでない神もいるわけですよね。ですから私何度も見ますように、外来種の神と人間種の最高神である神キリスト種を中心とする神と、まあ、はっきり言えば2種類あるということですね。その外来種の神というのはもともと人間の指導なんて考えてませんからね。あくまでも奴隷、あるいは食用だったということですね。基本的な部分においてね。ですから、いちいちそういうね、基本的な、その内面世界における内発的な動機づけなどというようなものは考えないでしょうね。俺の言うこと聞け。聞かなければ地獄落ちるぞ。俺の言うこと聞け。聞けばお前は幸せになるぞ。お金も儲かるぞ。幸せになるぞ。というふうにして、まあ、どこかで俗物心的なね、いわゆるに結びついたような人を方法でですね、まあ、人間を、まあ、引っ張っていくということですね。例えば奇跡を見せてね、教会を作らせたりするというのは、やっぱり外来種の神々の一つの特徴でしょうね。はい。しかし、まあ、カイン・キリストの方はそうではないということですね。そのあたりに人間の方がですね、それを一緒くたにするもんですから、わけがわからなくなってくるわけですよね。一体どうなってるんだということになるわけです。そこで私はやっぱり、二つの、二種類の神のスタンスというものをですね、きちんと分けて、なんて言いますか、接し方を考える必要があるんじゃないかと思いますね。またそれを念頭に置くことによってですね、
つまり神の人間に対する姿勢というものがよりよく明快に、まあ、理解できる、わかるということになるのではないでしょうか。ちょっとね、今日は本当にうまく話がまとまっていないような感じがしますので、要するにもう一回ね、繰り返して今日のビデオであり終わりたいと思いますけども、要するに神にしてもですね、まあその神にもよるということなんですけども、その私がここで置いているカイン・キリストという神について言うならばですね、まあ人間がどの方向に向かうべきかということを方向づけはするでしょう。あるいはその方向づけの内発的な動機づけはするでしょう。が、しかしそこまでだということですね。後のことは皆さん自身の問題ですよって形で、まあいちいち口を出さないってことなんですよね。それははっきりしていると思うんですね。まあそれが逆に考えますと、人間を本当に尊重している。まあある意味でね、生命体として尊敬していただいている一つの基本的な姿勢ではないかと私は思うわけです。あくまでもね、もちろんもう全然、まあ知的能力においても、大きな差があっても人間のレベルまでですね、まあ降りてきてくださってですね、人間を内発的にまあその動機づけしていくっていうのは神の基本的なスタンスではないかと思います。それは例えて言うならばですね、健康論にしてもそうですよね。まあその別に誰かに言われるわけじゃないんだけども、まあ毎日運動するように、まあ内発的に動機づけしてくださればですね、そしたら毎日運動して、その結果として、もろもろの病気から遠ざかることができる。それでいいわけですよ。はい。まあ、健康論にしてもそうでしょうね。教育にしてもそうでしょうね。その出発点においてですね、学ぶことの尊さ、学ぶことの楽しさをしっかりと教えておけばですね、その後はもう、その人、個人はですね、自分で、まあ、伸びていきますからね。その自分で伸びていく部分を、まあ、動機づけしていくのが、まあ、内発的な動機づけということになるわけですけども、それが神の仕事だということですね。その部分を理解いただくとですね、まあ私は思うところですね。例えば、まあ、祈ったからといって、まあ、事件上昇ができるとかね、祈ったところでお金が儲かるとかね、祈ったところで良縁に恵まれるとか、そういうことではないわけです。またそんなことをするのは神ではない。ということになってくるわけです。また逆に考えますと、そういうことをね、売り物にしている神が近くにいるならばですね、近寄らない方がいいということになってくるわけです。はい。それは、はい。はっきり言えば、はい。宗教ビジネスに利用されるとですね、そういうことになりやすいですから、そうではないということで、またそういう神がいたとしたらですね、まあ、一歩退いて、おかしいぞと思うこともですね、大切なことではないのかなと思いますね。とにかく今ね、うさんくさいね、宗教ビジネスがまた、ウゴの竹の横のように生まれてきてますからね、やたらで横文字を並べてですね、そして何かしらね、おかしな物品を売りつけたりね、ね、ありますでしょ、いっぱい。ね、いわゆる、はい、運に恵まれるとかなんとか言ってね、幸運に恵まれるとかなんとか言って、そういうね、ものを売ってるところもありますね。それは、もう、本来の神の仕事ではないし、やるべきことではないし、そんなことは考えていないということですね。というようなことをですね、今日考えましたので、まあ、要するに簡単に言えばですね、まあ、私たち自身のこの人間の側から見てですね、神というものをね、知るときには、そうした視点でね、知ることも私は大切ではないかと思います。まあ、協調的に言うならばですね、結果主義だということです。そして動機づけをしながら、あとは人間の皆さん、あなたの問題ですよということになってくるわけです。はい。まあ、仮に人間が自滅の道を歩みつつあるとしても、一生懸命その前の段階としてですね、人間の方向づけというものについては、私たちの気がつかないところで、知らないところで、あたかも偶然に見せかけて人間を指導しているということはあると思います。しかし、その結果を決めていくのはですね、私たち人間自身だということですね。つまりここで、仮にそのことはあっちゃいけませんけども、自滅したところでね、それは結果主義であり、だからといって神が人間を否定したということではないわけですよね。あくまでも人間自身がその最後の結果を決めていくということになるわけです。はい。教育もそうですね。医療もそうですね。その人自身が結果を自分で決めていくということですね。またそこで手を貸してしまうとかえって厄介なことになりますからね。はい。キリがありませんからね、人間の欲望には。はい。どこかで、ね、話が落ち着くってこともないわけですね。それは欲望にはキリがありませんからね。まあ、それは今日のテーマじゃありませんから、まあ、また別のところで話させていただきたいんですけども、一つの神のスタンスとしてはですね、まあ私はそのように考えています。いろんなことありましたけども、そういういろんな事件を通してですね、
私が全体として、まあ、最大公約数的にね、まとめると、そういうスタンスもですね、見えてくるということですね。はい。ですから、まあ、皆さんもね、これからいろんな形で、一対一の関係をですね、上の方とあなたの間で作り上げていかれると思いますけども、その作り上げられていく過程の中でね、そういうスタンスってものをですね、理解することによってですね、より、まあ、なってますか、上の方をですね、身近に感じることができるようになるのではないかと思います。はい。まあ、マハトマ・ガンジーが言っているようにですね、祈るってことについてもですね、何かをねだったり、欲しがったり、求めたりね、要求することではありませんよってわけですね。その通りだと思います。祈るということはですね、つまり内面世界に向かってですね、自分の心の弱さを知るために祈るんですよと。ですから、祈るというのは、要するに、いわゆるどっかの劇場に入るためのね、チケットのようなもんですよってことを言ってますよね。その通りだと思いますね。まあ、祈ることによって、自分の内面世界における問題を知るってことですね。はい。まあ、大変素晴らしい言葉だと思いますということをね、まあ、最後に話して、まあ、とにかく今日のビデオであり、ここで終わりますけどもね、もう少し話したかったんですけどもね、なんせ眠いんですよ、今ね。もう目を閉じて話してるもんですから、何言ってるか自分でも分かんないって言いますかね。まあ、そんな無責任なあのビデオだ2台じゃありませんけども、まあ、しかし、そういう状況ですから、早めに切り上げた方が無難ということでですね、今日のビデオであり終わります。では、ここで失礼します。Bye for now.